はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、共有物の使用、民法249条と共有持ち分の割合の推定250条、この2つを解説させていただきます。まず共有物の使用について、まず条文読みます。各共有者は共有物の全部についてその持ち分に応じた使用をすることができる、このように規定しているんですね。これどういうことを言っているかっていうと、共有物が建物だったと仮定します。で、建物について A さんと B さんが共有していました。で、この場合なんですけども、各共有者っていうのは A さんと B さんですね。 A さん B さんは建物の全部について使用することができるって書いてあるんですね。つまりこのように建物の半分 A さん、建物の半分 B さんっていうようなイメージではないんですね。これは違うっていう話なんです。こっち見てください。建物全部について A さんも B さんもどちらも使用できますよっていう風な規定なんですね。ただその持ち分に応じた使用をすることができるって書いてあるんですよ。ここがちょっとややこしい部分なんですね。例えば A さんと B さん共有持ち分2分の1、2分の1だったとします。半分ずつ持っていたってことですね。で、この場合、例えば1ヶ月30日あった場合、30日のうち半分15日は A さん全部使えますよ、30日のうち15日半分を B さん使えますよっていったイメージなんですね。で、こういうイメージはこうなんですけれども、まあ、実際のところどうなのかというと、例えば建物を住宅ローン使って夫婦で購入したと。で、持ち分の割合っていうのが2分の1、2分の1だった。旦那さん2分の1、奥さん2分の1だったと仮定した場合、じゃあ旦那さんは1ヶ月のうち半分使って、奥さんが1ヶ月のうち半分を使う。このような使い方って実際しませんよね。二人が一緒に毎日毎日過ごすわけじゃないですか。なので実際には他の共有者に迷惑をかけないように建物の全部を使うことができますよ、といった内容になるんですね。この条文のイメージとしては、このように30日のうち半分が A さん、30日のうち15日が B さんっていう風なイメージなんだけども、実際のところはこんな感じではないですよっていうところですね。まあ、参考程度に頭に入れておくといいかなと思います。で、続いて、共有持ち分の割合の推定250条の内容です。で、条文は各共有者の持ち分は相等しいものと推定する。このように規定しているんですね。で、これどういうことかというと、例えば共有者が A さん、B さん、二人いたと仮定します。で、A、B 間、当事者間で合意がない、つまり持ち分の割合を決めてなかったといった場合は、2分の1ずつにしましょうということです。この I 等しいっていうのは同じっていうことなんで、同じものと推定するわけだから、2分の1ずつになりますよっていう内容なんですね。で、この推定するっていう言葉なんですけども、これは反対の証明がなければそのようにしましょう。反対の証明があれば、その証明された内容に従いましょうっていう話なんですね。で、反対の証明って何かっていうと、例えば AB 間で合意があった。例えば A さんの持ち分が4分の3、B さんの持ち分が4分の1っていうふうに契約があって、それを証明することができるといった場合ですね。その場合は、この推定した内容っていうものが覆るんですよ。つまり同じじゃないよっていう話なんですね。同じじゃなくて、合意の内容に従いますよっていう話になるので、AB 間で合意があれば、その合意の内容の通りになりますよ。まあ今の話で言ったら、A さんが4分の3、B さんが4分の1の持ち分をそれぞれ持ちますよっていう話なんですね。これが共有持ち分の割合の推定の内容となります。まあ内容的にはそれほど難しくないので、まあこういった具体例を頭に入れていただければ内容を理解できると思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。